どうも、南小口です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。さて、今日解説する試合はですね、4月28日土曜日、昨日行われました FC 町田ゼルビア対ロアッソ熊本。ロアッソ熊本にとってはアウェーで首位の町田に挑んだという試合になります。結果の方はですね、皆さんもご存知の通り、残念ながら2対1ということで FC 町田ゼルビアが首位固めをするという結果になってしまいました。ただね、熊本にもいいプレーたくさんありました。そのあたりをですね、解説していきたいと思います。では早速先発メンバーです。これね、プレビューでの私の予想を、そのままにしてるんですけども、ゴールキーパー田代、黒木、江崎、ここまで一緒ですが、やはりですね、ここの左のバック、ディフェンダーのところ、相澤から、大西への入れ替えが一つあっています。もしかするとここはあるかなっていう予想してたところでした。そして、アンカーが上村。右に藤田、左に竹本、トップ下平川、そして、3トップが島村、石川、松岡という、あとはですね、不動のメンバーということになります。対するですね、町田ですけども 4-4-2 で来たんですが、メンバーを3人入れ替えまして、最も大きな入れ替えはフォワードのですね、デューク選手、オーストラリア代表で、カタールワールドカップにも出場しました。その選手が先発に復帰して、注目に挙げていたエリキ選手がですね、左のミッドフィルダーに回っています。ここが大きな変更点でしたね。試合はですね、立ち上がりからですね、町田がですね、かなり激しいプレッシャーをかけまして、一方的にね、町田が支配する展開になってしまいました。そんな前半8分でしたね。私もね、ポイントにサイドの攻防を上げてたんですけども、やはりエリキがですね、ぐーっと上がってきまして、ここに縦にボールが出て、これを落としたところ、中盤の、高井選手ですね、高井選手が中に折り返しのボールを入れて、これをデュークが落としたところに、たがってきていた右サイドバックの奥山選手が見事にワンタッチシュート。これがね、ロアッソ選手にちょっと当たってコースが変わってね、そのまま吸い込まれてしまいました。ということで、1点町田が先行します。その後もですね、ロアッソもチャンスは何回か作りますけど、全体としてはですね、前半は、かなり川崎の一方的なペースということで、1対0で終了してしまいます。で、後半に入ってですね、ロアッソも反撃を試みます。で、いい流れもできそうだったんですけども、残念ながら、後半18分ですね、再び、町田がですね、追加点を挙げます。ロアッソのパスミスをですね、引っ掛けた町田がですね、アーリークロスを上げまして、ここにデュークが入ってきて、大西がディフェンスに回ったんですけども、これを倒してしまったというファールの判定を取られました。後でね、ビデオで見ると、ギリギリペナの外かなと見えたんですけども、レフリーの判定は PK ということで、残念ながら PK が与えられ、これをですね、注目選手を挙げていたエリキ選手がですね、見事に決めまして、2対0ということで、町田がリードを広げます。で、この後ですね、後半22分に島村、松岡に変えて2枚替え、島村と松岡をアウトしまして、相原と大崎を入れるというカードを切りました。これでね、ぐっと前の圧力がかかり始めるんですね、ロアッソもね。そして、さらにですね、30分には藤田に代えて、まあね、2月に故障してね、ずっと出場がなかった大本選手、期待の選手ですけどね、彼を右の中盤に投入をします。で、このあたりからね、ロアッソがね、非常にいい展開が増えてきました。で、ロアッソ中に入ってきた大本選手からね、サイドの方、黒木選手もぐーっとオーバーラップしたんですけども、そこから下がってきた相原選手に横パスを入れて、この相原選手が見事なアーリークロスを入れます。そして石川選手がヘディングで合わせて、堅いね、町田の守りを破る1点を入れました。で、この後もですね、さらに、45分にはですね、竹本選手が田辺選手を投入し、アディショナルタイム7分ありましたのでね、かなりロアッソ攻め込んだんですけども、もう1点追いつくことができずに、試合はこのまま終了、2対1でホームの町田が勝利するという、ね、試合になりました。まあね、この微妙な判定があったこともあってね、試合後、大木監督や、ね、藤本力ヘッドコーチも、ね、審判団とちょっと話をして、そこでちょっと、ね、揉み合いのようなこともありましてね、あまり後味の良くない試合になったんですけども、まあね、ロアッソとしては成果もありました。それは何かというとね、大本選手や大西選手というね、故障で出遅れてた選手たちがピッチに立って非常にいいプレーをしているということですね。また相原選手はたくさんの、ね、チャンスを迎えてですね、途中出場ながらシュート5本ということで、
チームの中での一番シュートを打ったんですね。こういった途中出場の選手たちのパワーがアップしてきたというのはですね、まあ、首位町田に対してね、内容的には非常にいいゲーム、五分五分とも言っていいような、ね、特に後半はね、ロアッソのゲームでしたね。こういった試合ができる力があるというところはね、証明できたんじゃないかと思います。さて、私が挙げていた3つのポイント、これですね、リスタートについては、まあね、町田はね、青森山田時代から黒田監督ね、たくさんのロングスロー中心に、ね、デザインをしたセットプレーをやるんですけども、ここで失点しなかったということで、まずは合格点ですね。とサイドの攻防という点では、1点目の失点はサイドからのクロスを入れられて、逆にロアッソは1点はサイドから相原がクロスを入れてということで、まあ、これは五分五分とイーブンですね。縦に速い攻撃、やこれがね、なかなかやっぱり、町田の方がね、一日の長ありという結果だったかなというふうに思っています。負けはしました。勝ち点取れなかったら悔しいです。ただね、この悔しさは後半戦のね、ホームの町田戦で晴らしましょう。そして次のね、群馬に向けていい内容のゲームできてます。ただ群馬も好調、今4位ですね。その群馬をね、ぜひホームで倒してまたね、上に上がっていく勢いがつくゲームを次期待したいと思います。頑張れロアッソ。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。